どうしたの？いいわよ、そんなことしなくても。ガソリン分けてあげる。いいわよ、気にしないで。はい、これだけ入れれば町のガソリンスタンドにも行けるでしょ。困った時はお互い様よ。じゃ、今度からは気をつけてね。確か坂本くんだったわよね。見たわよ、この前のバトル。でも勘違いしないでね。興味があるのはあなたじゃなくて、あなたの車の方なの。ちょっと見せてもらっていいかしら。まさか。うん、やっぱりそうだわ。ごめんなさい。どうもありがとう。久しぶりだね。元気だった？ええ。それよりご存知でした？兄の車が走っていること。ああ、俺も最初は信じられなかったよ。あの車がまだ現役だったなんて。乗っている男の子、なんだか感じが兄に似てるんです。初めて会った時、私ドキッとして。うちのスタンドによく来る子なんだ。俺も最初は戸惑ったよ。しかもその子が新一の車を買ってしまうとは。皮肉なもんだ。いや、こういうのを巡り合わせっていうのかもしれないな。ええ、私もそう思います。それじゃあたまには連絡くれよ。誠にばかり会ってないでさ。出ないと俺気がんじゃうよ。ただしさんは相変わらずなんですね。わかりました。これからは連絡するようにします。それにこんな話、あの人にはできませんもの。そうだな、あいつにこんな話は聞かせられないな。それじゃ失礼します。ああ、気をつけて。Thank you.
待ってたわ。じゃあ行きましょう。水族館なんて久しぶり。さあ入ろう。綺麗ね。こういうところでずっと生活してみたいな。どうしたの？黙り込んじゃって。そう？どう不思議なの？よくそう言われるの。やっぱり子供の時の反動かもね。子供って言っても中学とか高校の時の話よ。私ってその頃全くと言っていいほど同じ年代の子たちと遊ばなかったから、買い物したりとか遊園地とかディスコとかおかしいわよね。今になってなんか無性にそんなことが楽しくなっちゃって。もういいわよそんな昔の話。あ、ねえ、イルカショーだって見に行こう。かわいい。やっぱりイルカって頭いいんだ。あんなに難しい芸ができるんだものね。ごめんなさい。私から、本当バカみたいでしょ。気にしないで。ちょっと昔のことを思い出しちゃって。本当のことを言うとね、坂本くんの車、あれ私の兄が乗っていた車なの。もう10年も前の話。兄も走り屋をやってて、チームにも入ってたの。私は兄のこと大好きだった。だからどこへ行くにも一緒についてったのよまるで金魚の糞みたいに。兄の仲間、友達の走り屋の人たちも私のことすごく可愛がってくれた。私はなんだか大人の仲間にしたみたいで得意になってたおかしいわよね。今から考えれば単なるお味噌だったのに。でも幸せだった。兄たちと同じ時を過ごして同じ夢を見てたの。でもあの事故で全てが終わったわ。みんなだんだんと走らなくなって会うことも少なくなったの。もちろん兄が死んだことだけが原因じゃないのは分かってるわ。よその町に就職した人や家の仕事を継いだ人、そうそう、中にはガソリンスタンドの経営者になった人もいたっけ。そして彼は、あの人は走ることが苦痛になってしまった。それでも彼は走ることをやめることができなかったの。兄が死んで私は、他の人たちのほとんどは夢から覚めたみたいに峠から離れていったけど、でも彼は逆にあの時から悪夢を見始めたの。覚めることのない悪夢。今日は楽しかったわ。ありがとう坂本くん。それじゃまた会いましょう。ねえねえ、前にさ、おじさんがすごい美人と話してたって言ったよね。今日また見たのよ。同じ女性よ。まだ若くてすんごく綺麗な人。本当だって。
あれ？おじさん？相手の人、どこかで。そうだ、前にお店に来てた人だ。でさ、その時のおじさん、なんかすごく楽しそうだったよ。ねえ、気になんないの？何よ、鈍感男。もしかしたら、あの子が、彼があの人の悪夢を消してくれるかも。ああ、かもしれん。だが、俺たちにはあいつにこんな話を、こんなことを頼む権利はない。これは過去の問題。いや、過去を振り切れないでいる俺たちの問題なんだ。分かっています。でも私。辛いのは分かるよ。でも、君がしっかりしなくちゃ。ええ。でも、今のあの人を見ていると、私…誠だって、いつか必ず立ち直るさ。あいつはそんな弱い男じゃない。だからさ、俺も協力するから、元気を出すんだ。ありがとう、正さん。あれ？話してなかったかしら？彼はね、私の知り合いなのよ。昔からの知り合い。私の兄と同級生で、同じ走り屋チームにいたのよ。そう。兄の入っていた走り屋チームは、レックス。そして、メンバーの中には、あなたも知っている落合正さんと、キングがいたのよ。そう、落合店長よ。じゃあ、少し昔話でもしましょうか。10年以上前の話よ。この辺りの峠に3人の走り屋がいたわ。そのうちの2人は、チームレックスの私の兄と、キングと呼ばれる男。そして、もう1人は、チームダークフォースの橋本雅也さん。この2つのチームは互いに張り合っていて、しょっちゅう揉めてたんだけど、その3人は全く対チーム構想には関心がなかったの。どうしてかというと、峠のナンバーワンは誰かってことに発展するのが怖かったのよ。私が思うに、3人は純粋に走ることが好きだったのよ。走ることに誰が一番かっていうのは関係なかった。ただ、
3人がこの辺りの峠ではトップってだけでよかった。でもそんな関係も崩れたの。あのプロジェクトが始まったのよ。そう、そのプロジェクトとは峠で世界一速い車を作るプロジェクトで、コード R と呼ばれたわ。そしてそのプロジェクトの対象になったのが私の兄の車、つまり今のあなたの車とキングの GTR だったの。2台の車の改造が初めは順調に進んだわ。そして3人のバランスが大きく崩れた。そう、車は次第に出来上がっていった。それもキングの GTR が先行してね。すると途中段階から車の性能がタイムにも現れ始めたの。キングが一歩前を行くような形ね。その後私の兄、そして橋本さん。そうなると一番納得いかないのがダークフォースの橋本さん。もちろんチームダークフォースのメンバーもそうよ。橋本さんは車に大金を積み込み、自分でハードチューンを始めて峠を攻めまくった。兄もそれにつられてまだ途中段階の車で峠を攻めた。そしてそのダウンヒルアタックで悲劇が起きたわ。兄は事故を起こしたの。そして死んだわ。兄が死んでさらに拍車がかかってしまう。3人だとバランスがいいのよ。三角関係っていうのもあるでしょ。でも2人だとどっちが早いかしかないから焦ったんでしょうね。橋本さんがキングにバトルを申し込んだのよ。そしてソロモンインまで事故を起こした。そう、そして再び悪夢が始まろうとして、過去に後ろ髪を引かれる走り屋2人が再びバトルしようとしている。これを止めることができるのはあなただけよ。あなたが私の兄の車を手に入れて走り始めた時に、運命の歯車は再び動き始めたの。だからその歯車を止めることができるのはあなた一人よ。ええ、私の兄が原因でそうなってしまった。私の兄が息を引き取る際に言った言葉が原因で、彼は走り続けることを誓ったの。彼も悪夢を見続けてるのよ。あとはあなたの力が頼る。お願い、彼らを救って。
よく来たな。このバトルをどれだけ期待して待ったことが。待って、キングからの伝言よ。なんだって言うんだ今さら。この勝負に勝った方がキングとバトルする権利を得る。そのことに変わりはないんだろう。ええ、だからこそキングは二人に素晴らしいバトルを望んでるわ。自分に挑戦するにふさわしい戦いをね。さあ、私にはわからないわ。でも必ずどこかで見ていると思う。何でもいいさ、俺はこのバトルに勝つ、そしてキングと勝負する、それだけのことだ。わかりました。それじゃあ始めましょう。あ、来た来たぞ。おい、見ろよ、来た。おい、あれ、あれがキングの女。キングの女？ああ、キングのメッセンジャーって話だぜ。メッセンジャー？メッセンジャーってことはキングは表には出てこない気か？キングからの伝言です。このバトルの勝者と必ずバトルする。そのバトルが私の最後のバトルとなる。最後のバトルだとよ。いい演出だ。このバトルの勝者がキングの最後のバトルの相手をするわけだ。キングからの伝言よ。バトルはあなたの準備が整い次第いつでも構わないって。キングはこうも言ってたわ。自分と戦いたいなら、勝ちたいならまず車を完全なものにしろって。そうね。それじゃあ私から一つだけヒントをあげるわ。私が前に言ったこと、話したことを思い出してみて。誠のやつ転勤だって？ええ、ロサンゼルスですって。行くのか一緒に？彼は私のことなんか見てないし。しょうがないな、あいつも。こんないい女がそばにいるっていうのに。いいです、あの人さえよければ幸せになれるなら。誠くん、久しぶりだね。10年ぶりぐらいか。ええ、そうですね。びっくりしましたよ、彼があなたの息子さんだって聞いた時は。私もだよ。みんな運命のいたずらだ。でもいい方の運命だ。きっと君にもいい経験になるはずだよ。そうですね、そう信じたいです。
ところで彼の車は？私がいじったよ。君には申し訳ないが、性能は向こうの車の方が上だ。それでいいんですよ。彼と僕とではキャリアに差がありますからね。それぐらいがちょうどいいですよ。そうか、頑張ってくれよ。大丈夫か？やっぱ緊張するか？おいおい、緊張するってやつかよ。そんなことちっとも感じてねって。そうだな。じゃあ俺たちは向こうで見てるぜ。頑張れよ。おじさん、こっちこっち。すごいメンバーだな。いい年してバトル観戦か。何言ってんだ。そんな親父が車のチューンやったくせによ。てめえは親子で車いじってるじゃねえかよ。なに？まあまあ、そんなところでいいじゃないですか。そうですよ。ほら、もうすぐスタートですよ。カウント始めますよ。5、4、3、2、1、ゴー。今何時？かっちょいい。どうなったんだ？スイマーに襲われたっす。なんだ？何が起きたんだ？車にダメージはないのか？うわ！なんちゅうコーナリングだ。王様の耳はロバの耳。アンナキン、なんちゅうコーナリングだ。なんであんなスピードで曲がれるの？誰か呼んだ？おー、新しい車を買ったんだってな。ああ、今度の車はいいぜ。お前にも勝てるかもな。俺に勝つだって？新しい車を買ったからって調子に乗るなよ。冗談だよ冗談。お前の腕に太刀打ちできるはずがないだろ。新一のやつ、最近むちゃくちゃ速くなったよな。もううちらのチーム内では誠の次じゃないのか？そうだな。ドライバーの腕も上がったが、あの車も異様に速くなったよな。あんな峠に合わないような車がさ。そうだよな。誠、お前はどう思うんだ？さあね、俺は誰が一番なんて気にしないからさ。新一が一番でもいいんじゃない？勝負だ、誠。どうしてもバトルするのか？ああ。お前がこの前出したタイムレコード。あのタイムを見て思ったよ。俺はお前に勝ちたいってな。俺は、誰が一番なんて関係ない。ただ、楽しく走れればそれでいいんだ。俺は今楽しく走れない。なこと、俺が前を取ったぜ。俺の勝ちだな。喋るんじゃない。すぐに病院に連れて行くから。
俺は誠に完全勝利するのが夢だったんだよ。ああ、お前の勝ちだ。俺はお前に勝てないよ。でも、もう、走れないな。ずっと、一緒に、走りたかった。何を言ってるんだ。これからもずっと一緒だ。俺は、誠、お前に憧れてたんだ。お前の走りは正確で、そして速かった。ずっと、輝いててくれ。そして、ずっと、走り、続けてくれ。おい、シーチ、おい、お願いだ。目を開けてくれよ。シーチ、お前は知らなかったかもしれないが、俺は、お前に憧れてたんだぜ。お前ほど車に愛された人間はいないだろうな。お前は俺の走りを精密機械のように正確だって言ったが、俺はお前の走りが好きだった。その熱い走りを一度見てしまったら、目をそらせなくなってしまった。そんなお前の走りを、楽しく走っていた日々を、俺がすべて曇らせてしまったんだな。すべて俺のせいだったんだよな。シーチ、お前は許してくれるか。俺は走るのをやめてもいいか。俺はお前を忘れていいか。で走ることはないかもしれない。でも走ることをやめるわけじゃない。この坊やに教えてもらったよ。あの楽しかった日々、こいつはお前にそっくりだ。お前が俺にこの坊やを巡り合わせてくれたんだな。ありがとう。どうなってるのかな。車にダメージはないのか。あなたのために祈らせてください。ぶつかったよな。今ので車平気なの。こんな場所でなんで抜けるんだ。しびれる。
あ、どうしてここに？私よ。なんとなくね。誠さんも引っ越しちゃったし、寂しいなって思ってたら足がここに向かっちゃったの。変だよね。あ、座れば。別にいいよ。ありがとうね。全部君のおかげ。夢か。いいね。誠さんも夢をなくさないで走っていればよかったんだけどね。そうだったんだけど、もうどうでもよくなっちゃった。新しい彼氏見つけなくちゃ。え？私もうすぐおばさんだよ。ありがとう。じゃあ私も君とずっと一緒にいたい。 OK だよ。でも後で後悔しても知らないんだからね。